どうもお疲れ様です。どうも今日はお忙しいところありがとうございます、はい、松本さんには安倍政権においてですね、国家公安委員長そして防災担当大臣、領土担当大臣等々を務めていただきました。あの時は防災大臣っていうのはですね本当に、なかなか24時間そのゆっくりできない、厳しい役割だと、思います。いつ何か本当今その急に豪雨が襲うっていうこともありますから、であの時確か糸魚川で大きな火災が発生した。これは火事ですので、これ出火から始まった火事なんですが、でこれを言えば災害と認定するかどうかというのが議論になりましたよね。そうですね、この風が非常に強かったということから災害認定に結びついてなんですが、あの大規模な火災が起きて地元の方たちはどうしていいか分からなかったと思いますが、あそこで安倍総理にご決断いただいたというのは非常に大きかったと思います、新潟しかも雪も降ってくるという冬だったんですよね、で寒い中まさに家を失って財産も失って放り出されてしまった。で災害にちゃんと認定していけばですね、生活もその支援もできますし、その後の再建も支援できる、そういう中から、当時の松本大臣が強く主張されそういう判断をした。では間違ってなかったと思いますし、大変迅速にそういう判断松本さん頑張ってやっていただいたなと思います。そういう、松本さんのですね、実績も皆さん紹介していただきたいなと思います。何よりも住民主党がその責任を果たしていただきたいと強く思ってますが、その根幹というのは7400ある支部が全国津々浦々に自民党はあって、皆さんの声をもう隅々まで拾い上げていくということができて、それを一つに集約できるという力を持っているのが責任政党としての大きな力なんだと思います。これからも自民党に、を頼っていただいて、そして自民党とともに、生活し生業を大事にしながら生きていく、また汗するものが報われるという、そんな社会を作っていけたらなということを強く思っております。2009年、我々政権を失いました。あの時麻生総理の官房副長官として大変なご苦労があったと思います。私は2006年2007年、大変若い戦後最年少という中において、総理に就任しました。しかしやはり経験不足覚悟不足もあったのかなと今思います。1年で政権は幕を閉じ、私は体調を崩したということもあったんですが、突然の総理の辞職で大変国民の皆様にはご迷惑をおかけしました。でその中で迎えた2009年の総選挙、自民党にも厳しかったですし、私にも逆風だった。私の人生で最大のあの時は挫折だったんですね。地元の皆さんからも、いや新蔵さんに期待したんだけどあんな形で終わって残念だよとこう言われました。中にはもう安倍さん支持できないよっていう方もいらっしゃった。政権放り出してなんだよ、ずいぶん怒られました。でその中で私も初心に帰って、私が政治家を志したあの時の思いをもう一度自分なりに思い返しながらですね、地域や日本のためにもう一回仕事をさせてもらいたい、もう一回チャンスを与えてください、一軒一軒戸を叩いて皆さんにお願いをしてお詫びもしてまいりました。その中で、そこまでいるんだったら新蔵さん頑張るよ
という人たちもだんだん出てきてくれたんですね、うん、で結果として多くの皆さんの支持をいただき立派に当選することができたんです。実は2009年に取った得票数というのはですね、その後私自民党総裁として3回選挙やってるんだけど、その時よりも多いんですね。あ、ですからそれはやっぱり皆さんに伝える気持ちを伝えることができた。で松本さんもその思いで今本当に頑張っておられると思います。苦しい中、なかなかコロナで会合や訪問もしにくいという中でですね、本当に頑張っておられて、でも、まあ、先般松本さんの古い支持者の方から、まあ、松本さんをずっと応援してきて、松本さんにもその期待に応えてくれて、まあ、この前の出来事は本当に残念で、私も応援していこうという気持ち揺らいだんだけど、でも今の松本さんのあの姿、厳しい批判を浴びてもその中でやっぱり地域を良くしていこうという情熱を再びこの自分の中にもう一度引き戻してですね、でそして地域の皆さんの声を素直に受け入れて、それを糧に頑張っていくというあの姿勢を見て、もう一回じゃあ純ちゃん頑張ってもらおうという気持ちになったよというふうに言われていました。ですからぜひですね、私本当に苦しい戦いだと思いますが、これを乗り越えて、で私はこれを乗り越えられたらですね、私もあの挫折が政治家人生の大切な課題になったと思ってます。ですから松本さんもですね、頑張っていただきたいと思います。応援してます。また自民党の仲間もみんな待ってます。ありがとうございます。この激励を勝てるあとわずかな時間ですが、はい、全力で取り組んでいきたいと思います、はい、本当に今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。